はいどうも、パラプンテ J2 沼チャンネルのつつんです。とりあえず、今回は速報 J2 取り巻く結果まとめということで、えー、山形、藤田、そして仙台、えー、ジェフチバー等の、えー、結果まとめですけどもね、やっていこうと思います、よろしくお願いいたしますと。 えいうことで、まあ同カテゴリー対決がありましたで、今回と三笘ですね、三笘のゲームを、えー、見ていくんですけどもね、そう、まあ同カテゴリー同士の対戦なんで、ある意味今シーズンを、まあ、ちょっと占うじゃないですけどね、あの時のトレマがあったからね、ね分析進んでみたいな、あの時にね、こう選手の特徴、えー、掴んでみたいなことも、これ絶対ありますんでね、と、え、い、ー、うことで、まあ対戦としてはね、えー、山形と藤枝、そしてね、仙台、 と、えー、ジェフチバーゲームというところで、まあ仙台も J1 復帰を、えー、狙うと、まあこの間黒字化っていうね、いいニュースもね、えー、入ってきました。昨年ね、黒字達成ということで、またね、いい話が入ってきておりました仙台と、そして J1 復帰を狙うジェフチバー、そして山形・藤田もゲームというところで、じゃあ今回試合結果見ていきましょう。よろしくお願いいたしますと。と、えー、いうことで、まずこちら。 ガンバが勝利に終わっておりますけども、これ伊坂選手のゴールというところですけどもね、珍しいですよね、これ公式サイトの結果見てもらったら分かるんですけども、あの練習生、かっこ伊坂選手、水戸ユース出身みたいな感じで書かれていて、これ、トレーニングマッチの結果とか、練習試合とかのね結果とか、いつもね見てる方なら分かると思うんですけど、大体どこのクラブも練習生って、得点者として名前出ないんですね。 これなんかやっぱ大学生とかね誰が練習参加してるとかっていうのはあまりこう出さない方がいいみたいなところもあってねこれ練習生ってなかなか名前を出すクラブはほとんど僕は見たことがありませんこれ仮に練習生でまあユースから来ている選手であっても練習生としてねまあまとめてえ点決めてもう名前上がらないみたいなところはありますでだから昨年まででいうとウラレッツでいうとね J1 のニューヒーロー賞かルヴァンカップのニューヒーロー賞を獲得したねね早川選手早川選手 実はこの2年間ぐらい、実はこのね、トレーニングマッチの裏列の得点王みたいな感じだったんです、これもずっとね、裏列のサポーターでこうトレーニングマッチの結果、追ってる方なら分かると思うんですけどね、そう、実はこの2年間のキャンプ、裏列のキャンプの練習試合の得点王って、ね、これ17、8の早川選手というところで、ただ、こう早川選手の名前って確か出なかったと思うんですよね、誰だこの練習生、毎年この練習生がね、ねこのキャンプでね、得点決めようって、誰だっていうところだったんですけどね、まあ、それ が早川選手であったみたいなところでそれぐらいに練習生ってユースの出身とかユースの選手であってもね名前が出ないんですけどもね前坂選手名前出ておりますんでまこれやっぱファンサポーターからしたらねああん時のユースの子がね転勤出てみたいなちょっとやっぱ嬉しいですよねこうやって名前がえ出るのですけどもねってところまあ負けはしましたけれどもしかしまあそういう明るいニュースもあるんじゃないかっていう見解にはえなってきますねでこちら。 えー、仙台ジェフチバーですね、03、えーと、ジェフチバーが3点勝利という結果ですね、小森選手、横山選手、新明選手というところでございます、まあ横山えー、新戦力の横山選手のゴール、いやこれは、ね、非常に明るい情報ですね、まあ、どこで使えたかというのが気になります、まあ、有料サイトというか、タグマさんとかのコラムで、まあ、犬の生活とかで、ねえーね、出てくるかもしれませんけど、ジェフチバーは、ね、そうう有料コラムがやっぱり充実しておりますんでね。 え西部健一さんのコラムとかもねえ充実していますし、これからメンバー表とかもしかしたらねコラムの方で出てくるかもしれませんし、もしくは写真写真でねあこの選手、ここで使えてるんだとか、なんかこう写真のね映像を見てポジションが分かるみたいなところもねありますけど、もねあ,あれ、この選手、ボールの持ってるね持ち方とか方向的に攻めてる方向からして、この選手はどっちどっちのサイドハーフで使えたんだとか、そこら辺まで頑張れば分かる。 とというところで、ねまあ、写真よく見れば分かるところにもなってきますが、まあ、やっぱ2年目、番新10番、小森選手と、ね、藤枝が帰ってきた横浜選手と新雄選手のゴールというところで03ですね、ジェフチバー、まあね、同じカテゴリー同士の対決なんで、まあ、勝つに越したことはないですよねで。仙台はだから裏列戦について無得点かな、えー、裏列と何の後に練習時だったかちょっと分かんないですけども、ね、例えばうん裏列戦ではまあ6点ぐらい取られて負けててでその試合でも無得点だったんで J1、J2 クラブ相手2試合連続で無得点多分2試合連続かなっていうところなんでちょっと攻撃陣のねうんそこの連携含めたところの課題っていうのはやっぱ出てきたのかなというのは。 あります、まあ、この時期っていうのは課題が出れば、ね、それがシーズン開幕には間に合うみたいなところもありますし、で逆にこう毎年ビファーレン・ナ、ま、ガ、あ、サ J2 組でいうと、毎年ビファーレン・長崎ってトレーニングマッチを勝ちまくるんですね、なぜか春先、調子がいいビファーレン・崎で、えー、で、シーズン始まれば、なんか調子を落とすみたいな、春先、調子悪いなみたいな感じの長崎っていうクラブはね、えー、僕の地元にあるんですけどもね、ねビファーレン・長崎は毎年トレーニングマッチで J1 クラブに勝ちまくって、ね、春の王者みたいに。 言われているんですけれどもただねシーズン開幕すればなんか失速開幕だけ、えー、開幕して数試合勝てないみたいなところがあるんでも、まあ、そういうクラブはありますまあ、トレーニングマッチとかやっぱ結果もね正直大事ですまあやっぱこうなかなかどう取るか人によって変わってるかもしれませんけれどもまあ トレーニングマッチの目的っていろいろあって、それこそまあ今、仙台さんがそうかもしれませんけれどもね、課題を克服していくためのきっかけにするみたいなところがありますし、勝ち癖つけるところですよね、やっぱり勝つことで自信にもなりますし、勝ってもやっぱ課題は出ます、これ負けた試合だけでねこれ課題が出るんじゃなくて、勝ってもやっぱ課題は出ますんでね、そういうことで勝って課題を見つけて、また勝ち癖つけていくみたいなところがありますんで、一概に負けがいいわけでもなく、悪くもなくみたいな、負ければね課題が出るからいいっていうのも なかなかね、表現としてはどうなんだみたいなところありますけれども、ただまあ課題が負けた方がやっぱ出ますんでね、まあシーズン開幕に向けてそれをね、どう乗り越えていくかというとこでしょう。で、ジェフチバ、だから J1 復帰に向けてね、まあ幸先スタートというか春先になっているんじゃないかというとこでしょうかね。で、次こちら。 山形、藤枝5対1というところで、山形、えー、5点取って勝ちました。まあこれトータルスコアなんでね、細かいところで言うとあれなんですけどもね、まあ結果としてはオウンゴール、横山選手のゴールで、伊佐川全員が2ゴール、で、高江選手のゴールと。 いうところで、まあ、今年は伊坂全員ねチームどんだけ引っ張ることができるかでしょうなかなか伊坂全員って2年連続で同じクラブにいた記憶が、えー、あんまりないんですけどもね、まあ、今年ね、ねウィングとかでも相当争いが激しいですもんねウィングはね、えー、杉山選手、坂本選手いて伊坂全員がいてとかね相当レベルが高いウィングが山形、えー、そうやってますちょっとフォーメーションがまだ分かんないところもありますけどもしかし、まあ、うんまあ、こうやって、ね、いろんな選手を結果を残しています、まあ、横山選手も高江選手もそうです。 けどもね結果残しておりますんでまあ、山形からしたら明るい材料じゃ何かというところとあと藤枝は中川選手のゴールで1点取ってますまあ藤ももでもね別に ねい,い新戦力がどんだけこの監督のサッカーにフィットするか、まあ、中島選手とかもそうですけどもね、まあ、ポテンシャル高いし実績ある選手もね獲得してで昨年からで言うとねフォワ、えードのところも一枚新潟から来てる選手ですね、えー、山村選手も残ったんで、やっぱ昨年の藤枝を知るね選手も残りつつ新戦力もえ来ていますでまあ、そういうことでまあ全くの新チームでもないんだけどもでも新戦力も特に最終ラインは外国人が増えていますんでこの藤枝の サッカーになれれるのはちょっと時間が、ね、かかももしれませんけれどもただもう、うんち、山形からしたらほんとさっき言った同カテゴリー同士の対戦で勝つことができたのは相当でかいというところでしょうしで藤枝からしたらこの試合で出た課題、まあ、ディフェンス面ですよね、ただ、うん、最終ラインはブラジル人選手も2名ほど加わってますしゴールキーパーもトスから内山選手も、ね、帰ってきておりますんで、まあ、その辺の選手がもう1回こうフィットしてくるかどうかというところでしょうかね。まあ、何にするんででけども、ねまあ、藤枝も枝課題が出たししょうし、まあ 山形も勝った勝って、それはそれでま課題が、ね、出たでしょうからさ、これからどういう風にキャンプで、えー、克服していくかというとこでしょうね。はい。というけで以上ござのまつつす。その